エドワード・アシリング、または亡命者、エドワード、1016年から1057年2月は、イングランドをエドマンド二世とエディス・オブ・イースと、アングリアの息子。亡命者というソエナは、その生涯のほとんどを、祖国イングランドから遠く離れて、ところで過ごしたことからつけられた。1016年に、デーン,ンがイングランドを侵略し、エドマンド二世の死を経て、デンマーク王ジクヌートが、 イングランド王に即位した。クヌートは、エドマンド二世の子エドワードとエドマンドを大陸に、追放した。生後数ヶ月だったエドワードは、この子を殺すようにとの差し塚木と共に、スウェーデン王、オーロフの王宮に連れて行かれた。しかしエドワードは密かにキエフに運ばれた。キエフ大公ヤロスラフ一世の王妃、インゲゲルドは、オーロフの娘だった。そこからハンガリーに移された。 それから長い年月が経ち、クヌー年後に即位した叔父のイングランド王、エドワード・ザンゲ王はエドワードが生きていたことを知り、自分の王位継承者にするために、エドワードをイングランドに呼び戻した。エドワード生存の知らせが、ザンゲ王の耳に届いたのは、デーン人による長いイングランド支配から、アングロサクソン王朝が覇権を取り戻したものの、後継者がおらず、その家系が途絶えかけ、 ウェセックスハク・ゴドウィンの子であるハロルド・ゴドウィンソンや、海峡の向こうのノルマンディー公義王ム2世が次の王位を狙っている時期だった。エドワードは、ウェセックス家を受け継ぐ最後の頼みの綱であった。1057年、エドワードはイングランドに帰国したが、到着して2日後に亡くなった。正確な死因は不明であるが、殺された可能性もある。エドワードには、 ハンガリー・王イ・シュトバーニ一世の娘とされる、アガサという妻がいたが、彼女の出生については、諸説ある。二人には三人の子供がいた。エドガーは父に代わって、王位継承者に選ばれたが、あまりに若すぎたため、結局ハロルド・ゴド・ウィンソンに王位を奪われた。ありがとうございます。